パウロペス・サバタは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ出身のサッカー選手。オリンピックマルセイ優所属。スペイン代表。ポジションは GK。2007年に、RCD s スパニオールのカンテラに入団。2013から14シーズンに B チームでプロデビュー。2014年6月14日にトップチームに昇格し、4年契約を結んだ。 同年12月のコパデルレーでのデポルティーボ・アラベス、戦で公式戦初出場。2015年2月1日のプリメーラ・ディビシオンのセビージャ FC 戦で前半40分にキコ・カシージャが退場処分を受けたのに伴い途中交代でリーガデビューを飾った。2015から16シーズンはそのカシージャがレアル・マドリードに移籍したのに伴い政治・イケイに昇格。 2016年1月6日のコパデルレーの FC バルセロナ戦ではゴールエリア内の競り合いでリオネルメッシの足を踏みつけるというアクシデントが発生この一件でカタルーニャのメディアとバルサファンは一斉にロペスの行為を非難したもののロペスはエスパニョールのゴールを守り抜き同シーズンの一部残留に導いた2016年8月31日 プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC にローン遺跡で加入することが発表された。2018年7月4日、レアルベティスと5年契約を締結したことが発表された。2019年7月9日、エースローマと5年契約を締結したことが発表された。遺跡金は2350万ユーロ。背番号は13番。千二十一年七月十七日、 オリンピックマルセイユにレンタル移籍した。レンタル料は72万ユーロと最大50万ユーロのボーナス。一定の条件を満たした場合は、1200万ユーロでの買い取り義務が生じる。2016年に U-21 のスペイン代表に招集され、同年3月にはフル代表にも招集された。また、2015年からは、 カタルーニャ州選抜にも招集されている。ありがとうございます。